はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回までね、魔法戦士クエストとパラディンクエストやりましてね、まあ、クエスト続きだったんですけど、今回ね、ちょっとね、また違うクエストやろうと思います。ガタラのクエストですね。まあ、そうですね、職業クエストはね、まあ、職業なりにね、まあ、今、魔法戦士だったら62なんですけど、他だったら50とかね、そんな感じだったりしますんで、まあ、ここでね、強いモンスター出てきたとしても、他のクエストでね、まあ、全部強くなるというわけでもないので、ここですね。結構消化するもんあるので、でね、前回の動画50分ぐらいあったのでね、まあ、長いようだったらちょっと分けようかなと思ってます、今回は。お、これね、後日談ですね。元ポツコン2号じゃねえですか。いいところに行きました。ちょっとこいつを見てください。こいつはあの遺跡で拾ってきた魔人兵というガラクタの一部なんですがね、ここにこうやって座ると。いたたた、見てください。尖った部分が尻っぺたの先に当たって、いたたたたーとなるわけですよ。ここにある大概のもんは椅子ぐらいにはなりますが、こいつは椅子にすらならねえ。これは正真正銘のガラクタでございますよ。こんな素晴らしいものに巡り合えるなんて、わしは天下一の幸せもんです。ん?ギー、限界、エネルギー、限界、ウールベアマーシン兵ですよ。ババ、ダストン様、こいつガラクタのくせに喋ってますよ。エネルギー限界。霊民、冬眠だね。冬眠室内部危険。冬眠室内部危険。緊急回避。装置起動。冬眠機能解除します。さすがのわしでも死体は勘弁でございますよ。老子、竜老子。うわぁ、動いた。ほほう、ウルベアの魔の手より、世を救ってくれたのはそなたちじゃな?そちたちじゃな?苦しゅうない、褒めて使わすぞ。いきなり出てきて偉そうに、あんた一体何者でございますか?これは、ことなことを?いなことだね。いなことをドアフでありながら、世を知らぬとは、まあよい、世は寛大じゃからな。ならば、我が名を聞いて恐れおののくのだ。世は、かのガテリア公国の正当なる後継者、第一の王子、ビャン・ダオであるぞ。なんでしょうね。あまり反応がないな。まあ、よい、世は寛大じゃからな。おう、そうじゃ。こうしてはおれん。囚われの竜老子を救わねば。そち、奇妙な身なりをしているものの、なかなか腕が立つと見たぞよ。世の頼みを一つ聞いてくれぬか。実はな、ウルベア地下帝国には、世の家庭教師を務める竜という男が世と同じように囚われておるのじゃ。そこで世をウルベア地下帝国まで導き、竜老子を救出する手助けをしてくれるのか?もちろん褒美は取らせるぞよ。はい、ということでね、動き出した時間っていうね、まあ話になっていきます。経験値もらえるんでね、特訓スタンプもいっぱいもらえますよね。特訓スタンプの方がこれいいな。うむ、苦しゅうない。そち名は何と申す?そうか、ボッコと申すか。それではボッコよ。反重力飛行装置を持ってまいれ。ウルベアまで一飛びで行こうぞ。まあ、いいか、このまま行っちゃうか、レベル上がるから。古本どうした?反重力飛行装置を知らぬわけではあるまい?ほれ、空を自由自在に飛び回るあれじゃ。まさか、ここには反重力飛行装置がないと申すか?はい。言われてみれば確かにここにいる者の身なりは相当貧相。ここは貧民街の一角だったか。すまぬ、世の配慮が足りなかったわ。ならば致し方なし。地下帝国までは徒歩で行くとしようぞ。それでは僕よ、ウルベア地下帝国まで案内を頼む。世はそっちの後をついていくでな。ウルベアに着いたら地下を目指すのじゃ。地下3階あたりにある奥まった部屋に竜老子は取られているはずじゃ。はい。じゃあやってみましょう。はい。一気に飛べるというね。まあ、申し遅れましたけど、ハロウィン仕様になってますんで、今回。これのことかな。まあ、ドルボートだけどね。地下3階来たんで、まあ、行けば、なんとかなるっしょ。はい、とりあえずね、まあ同じようなレベルというか、ちょっと高いレベルですけど、まあ、スムーズに行きたいんでね、連れてきちゃいました。まあ、バージョン2にね、早く行きたいんでね、まあ頑張りましょう。
あは、町やぼっこ、一体どれほど世を歩かせるのじゃ？世は歩くのに慣れてはおらぬぞよ。ところでぼっこよ、そちは来る場所を間違えておらぬか？進めども、進めども、瓦礫の山、世のしておるウルベア地下帝国はこのような廃墟ではないぞえ。深く広く掘られた洞窟には、虹色に輝く宝石で装飾された家屋が並び、頭上には半重力飛行装置が飛び交う。のぼっこよ、ここがその大陸随一の大国と言われた？歌われたウルビア地下帝国だとそちは申すのか？はい。これは、異なこと。世は信じられぬ。あの栄華を誇った地下帝国が何故かような姿をしている？遺跡であることを伝えた。なんじゃと、ここはウルビア地下帝国の遺跡じゃと？遺跡ということはすなわち。ウルビアはすでに滅んでこの有様に。なんということじゃ。世はかの帝国が滅びるまで、魔神兵の中で眠っていたというのか。ならば、ガテリアはどうじゃ。僕よ、そちはガテリア公国の行く末知っておるか。いいえ。そうか、何も知らぬのじゃな。すなわち、ガテリアもウルベア同様、もはや、この地には。父上も母上も、もう、そんな。すまぬ。一国の王子である世が情けない姿をさらしてしもうた。許してたまれ、ぼっこよ。だが、そちの話を聞いて、あらゆることに合点がいったわ。下々の者がガテリアの意向にひれ伏さぬ者を、半重力飛行装置を目にしないのも、行き交う者の衣装が奇妙なのも、すべて時の流れの中で我らの文明が失われてしまったため。つまり、グルヤンラッシュ、キャッツの思い通りになったということか。お腹出てない。グルヤンラッシュだって。ボッコ、そっちに聞かせたい話がある。世がこの時代に来る前の話じゃ。かつてこの大陸には2つの大国があった。世が国王となるはずだったガテリア公国、そしてこのウルベア地下帝国だ。二つの国は他の種族を圧倒する技術力を有し、そこに住まう者たちには何不自由なく平和の時を過ごしていた。あの乱世の使者、カンシン・グルヤン・ラッシュがウルベア地下帝国に現れるまでは、こう難しい字ですよね。なかなか使わない字なんでね、ちょっと今、ね、今ちょっと考えましたね。グルヤン・ラッシュは高潔な神官の身なりで現れ、ウルビア帝国に皇帝だね。皇帝に取り入ると二つの大国を争わせるように仕向けたのだ。その戦いの中、多くの技術差が散り、互いの技術と技術がぶつかり合って、我らの文明は徐々に失われていった。そう、我らの文明の喪失は全てグレアン・ラッシュの関係によるもの。まあ、関係だよね、これね。キャッツが両国を破滅へと導いたのだ。そして行き過ぎた戦いの果てに、世は命の危機にさらされた。それを救ってくれたのが流浪士なのじゃ。父へも母へももう生きてはいまい。じゃが、流浪士だけは今もどこかで生きているはずじゃ。浪士は世がこの時代に来る前に、世の後を追って魔神兵に乗ると約束してくれたからな。じゃが、ここに浪士はいない様子。世はひとまずあのガラクタ屋敷に戻り、今後のことを考えるとするぞよ。まあ、こういう過去があったね。僕よ、これは褒美じゃ。この時代に価値があるかわからぬが、ありがたく受け取るがよ。銀か。僕こ、そちは信頼に値するものだと分かった。世が困った時にはまた手を貸してたもれ。リーロシ、その後はどこへ行ったのだ。世を時の激流に押しやったまま。なんか昔の、まあ、住人なんでしょうね、この人ね。まあ、住人っていうか、昔の人物なんでしょうね。だ、難しい漢字使いますけどね。そう、あのマシン兵もリーロシが作ったのじゃ。使えねえ野郎は大歓迎です。幸福か高専か、運命の審判が下された夜。許すまじ。関心グレアンラッシュ。憎しみは時を超えて。まだね、2話までは入りますんでね。全部やったら何分かかんだろうね。ちょっとあんた、急にうちに転がり込んできて、家事の一つも手伝わねえんですか？あんたみてえなやつはこの家から、絶対に出て行かねえでください。このうちは使えねえ野郎は大歓迎です。どんどん怠けてください。
まあ、ダストン様ダメですよ。モテない、冴えない、使えないは僕の専売特許なんですからね。おう、僕よ。まともに話せる措置を待っておったぞ。ここにいる者の話は訳がわからんでな。時に、ウルベアの遺跡で話したグレアンラッシュの話、措置は覚えておるか？はい。実はその話、続きがあってな、ウルベア皇帝に取り入って、計略を巡らせたグレアンラッシュだが、じゃが、グレアンラッシュ、言いざね。その正体は、知略に長けた魔物なのじゃ。グレアンラッシュは、神官の姿に化け、怪しげな術で、ウルベア皇帝の心をつかむと、そのまま、宰相として登用されてな。ウルベアを意のままに操ると、軍事に偏った技術革新を推し進め、ガテリア公国との戦争を始めたのじゃ。そのせいで、世の祖国は許すまじ。関心、グレアンラッシュ。いくら時が過ぎたとはいえ、あれほどまで知略の優れた魔物が死んでいるとは思えぬ。今も、謀を巡らせているはずじゃ。僕を頼む。世と共に、グレアンラッシュの根城に向かい、キャッツの討伐を果たしてはくれぬか。もうゆっくり読むね。噛んじゃうね。キャッツの根城は、おそらく当時のまま、南のグルグ地下道にあるはずじゃ。我が祖国の仇、この手で討たせてたもんね。あ、あったね、そんなんね。そういえば。うむ、苦しゅうないぞよ。措置がおれば百人力じゃ。そしておそらくあのリウロウ氏も、世と同じ考えにいたり、グレアンラッシュの討伐に向かったはずじゃ。世の家庭教師リウロウ氏は、グレアンラッシュが魔物であることを早々に見抜いておってな、いずれ何とかせねばと申していたのだ。リウロウ氏が司会席にいなかったのは、祖国の仇を討ちにグレアンラッシュのもとへ向かっているからに違いあるまい。そういあるまい。うまくいけばリウロウ氏に会えるはずじゃ。それではグレアンラッシュの根城へ急ごうぞ。要は措置の後、ついていくでな。はい、ということでね。これね、1から5はね、まあ、入れようとしてね。まあ、一生懸命、ね、喋って実況はしてますけどね。まあ、入れようと思うとね、早口になってやっぱ噛みますよね。だからゆっくりでね、まあ、2つに分けていいかなと。まあ、ちょっと実況力不足なんでね。やっぱそこら辺はね、まあ、無理しないようにやろうかなと。ということで、ぐるぐちかと行ってみたいと思います。ここ何回か来ましたよね。ぜはぜは、これぼっこ、少しは要気遣い、歩みを緩めぬか。はあ、この辺りで一休みするぞえ。こんなに歩いたのは初めてじゃ。まったく、そちはスパルタじゃのう。リューロー氏であれば、よういたわり、休みをこまめに入れてくれたはずじゃ。まっこと、リューロー氏は完璧な家庭教師だったぞよ。いや、そういえば、老子も一つだけ気に入らないところがあったわ。リー老子はウルベア出身の技術者でな、その技術は天下一品と謳われておった。そう、あのマシン兵もリー老子が作ったのじゃ。だが、グレアンラッシュが現れた頃からリー老子はウルベアを離れ、世の家庭教師として我が国に招かれたのじゃ。天下一の技術者を近くに置き、世は心を躍らせたものぞよ。誰よりも優れた技術を身につけられるとな。だが、リュウロウ氏は生きていくのに必要な最低限の技術しか世に教えてくれなかったのじゃ。これ以上技術に身を委ねると自分たちの首を絞めることになる、などとおかしなことを言うてな。世はそれがもどかしくてたまらなかった。国王となる世が先んじて、技術を収めれば、かのウルベアにも勝てるというに。さてと、そろそろ行かねばな。話をしている間に足腰の疲れも取れたぞよ。待たせてすまなかったのぼっこ。それでは歩みを進めるとするぞえ。グルアンラッシュの根城まであと少し、きっとリュウロウ氏にも会えるはずじゃ。まあ、かなり遠いですね。これよくよく考えると、ギガデーモンいた場所はない。あ、取ってなかった、このね、舞踏家クエストの。着いたようじゃな。ここが当時グレアンラッシュの根城と言われていた場所じゃ。気をつけよ、ボッコ。グレアンラッシュはどこかに身を潜め、
不意に襲ってくるかもしれぬぞい。関心グレアンらしいよ。姿を現せ。世はガテリア公国が第一王子。ビャンダオなるぞ。愛する祖国を滅亡へと追いやった悪姫。その罪は万死に値する。さあ出てこい。世が一刀のもとに切り伏せてくれるわ。老子、リュウ老子。世の声が聞こえるか。ビャンが来たぞよ。いたら返事をするのじゃ。古本、僕よ、苦しゅうない。もう楽にしてもよいぞよ。ここには誰もおらぬようじゃ。グレアンらしめ、諸子罪な。世が眠っている間に根城を変えようとは、さすがの世でも思い至らなかったわ。僕こすまぬ。これまでの苦労が水の跡となってしまった。すべて世の過失じゃ許してたもれ。これは、その詫びも兼ねた例じゃ。なんとかこれで機嫌を直してたもれ。とりあえずまだ戦闘がないんだ。レベル上がるからいいけど。リュウ老子がこの場にいないのも、グランラシの新たな根城を追って、ここを後にしたためであろう。のう、僕よ。リュウ老子のことを少し話させてくれぬか。そちには知っておいてもらいたいのじゃ。あれは世がこの時代に来る直前、リュウ老子がいつものように世のところへ通ってきた、ある日のこと。グランラシの悪魔のささやきに耳を貸したウルベア皇帝が、ついに軍を動かし、我がガテリアに侵攻してきておったのじゃ。長きにわたる交戦の末、世とリュウ老子はウルベアに捕らえられ、牢獄に入れられた。そして世は交渉の材料となったのじゃ。ガテリアが降伏しなければ世は処刑。降伏か交戦か、その運命の審判が下された夜。ヤン様。リュウ老子、どこへ行っておった。世を一人にするではない。心細かったでないか。それよりもなぜ牢の外に出ておる。世が眠っている間に何があったのじゃ。我らは解放されたのか。聡明なる王子、ビャンダオ様、どうか心を鎮め、私の話をお聞きください。遺憾ながらあなた様のお知性は、ウルベア帝国に侵攻に対し、徹底抗戦の意を表明されました。それと同時にガテリア兵がなだれ込み、私はその混乱に乗じて牢を開け、あなた様をここまでお運びしたのです。そんな父親は、世を見捨て。ビャン様、お気を確かに。我々に残された時間はあとわずか。いずれここも敵兵に見つかりましょう。さあ、ビャン様。お身を守るため、どうかこれを、お乗り、これにお乗りください。御身だね。これは私がウルベアにいたとき、極秘で研究していたマシン兵にございます。これウルベアだよね。これ倒したやつやね。王子を安全な場所までお連れいたします。嫌じゃ。よ、一人では嫌じゃ。リュウ老子、そなたも乗るのじゃ。このマシン兵はもう一つございます。私も後からマシン兵に乗ります。いえ、どうかご安心を。この話言ったんだね。さあ、早く。敵兵に見つかる前に。こうして世はリュウ老子の手によってあの特別な魔人兵に乗せられこの時代にやってきたのじゃ。魔人兵は本来棺だよね役目を果たすもの、死後復活を遂げる前に肉体が朽ち果てぬよう保存し守るためのものなのじゃ。リュウ老子はそれを改良し人を生かしたまま保存できる技術を研究していたんじゃろう。そのおかげで世は救われたのじゃ。知性は世の命よりも国を選んだ。リュウ老子が逃がしてくれなかったら世は処刑されていた。結局世のことを心配してくれたのはリュウ老子だけであった。老子は世にとって特別な存在なのじゃ。のう、僕よ。世はリュウ老子に会いたいぞよ。そのためにまた力を貸してほしいのじゃ。リュウ老子はきっとどこかにいるはずじゃ。後から町兵に乗ると別れ際に世と約束を交わしたでな。ひとまず世はガラクタ屋敷に戻り、今後のことを考えることにするぞ。また様子を見に来てたもれ。とりあえず戦闘はないんだね。戦闘ないけど素晴らしい経験値もらえますね。ついにキャツが動き出したのじゃ。あら、チリがいる。決定、あんた、ポツコン3号。あの時の約束さえ果たされていたら。道を切り開くにはそれしかないの。カルサドラの赤き計略。あんなとこまで行くの？もしかして。火山。チリさんもね、まあストーリー上、すごい正体判明しましたけどね。リュウ老子、そなたは一体どこにいるのじゃ。
うむ、そうやってぼんやりしながら一日中何もしねえあんたは史上最強の役立たずでございますな。よし、決定。あんたポツコン3号。ポツコン3号、よくわからぬがお主今、よう、役立たずと申したな。無礼者、世が世なら、打ち首者ぞよ。このような時代に来ることがなければ、世は今頃大層な技術を劉老氏に押し込まれていたはずじゃ。そうじゃ、劉老氏は言っておった。世が成人した暁にはとっておきの技術を教えてくれるとな。あの時の約束さえ果たされていたら。ぼっこ。よかった、ぼっこ、ここにいたのね。お、来た、チリさん。あなたがガラクタ城にいるって町の人に聞いて、急いで駆けつけたのよ。カルサドラ火山で大変なことが起きてるの。火山を調査している学者さんの話によると、魔物の大群が火山に押し寄せて儀式めいたことをしているらしいのよ。その話、まことかい。え、何この子。お父さん、また子供を拾ってきたの？今の話は本当よ。私も、遠巻きにだけど、遠巻きだよね。鳥っぽい魔物が、河口付近に集まっているのをこの目で見たわ。僕よ、聞いたかい？グルヤンらしいじゃ。ついにキャツが動き出したのじゃ。グルヤン？何それ？詳しく説明している時間はない。カルサドラ火山こそキャツの新たな根城じゃ。そこで働き事を巡らせるのは明白ぞ。あなたの言っていることはよくわからないけど、不吉な予感がするのは確かよ。だから、すぐにでも河口付近に行って怪しい儀式を止めたいんだけど、空でも飛べない限りあそこには行けないの。ねえ、僕、お願い。カルサドラ火山の入り口付近に行く方法を私と一緒に探してくれない？はい。ありがとう、僕。外から河口付近に行くには無理みたいだから、火山の中から行けないか確かめてみましょう。溶岩の流れる洞窟を進むことになるけど、他に方法が思いつかないわ。それでは私は先に行ってるわね。魔性をいたとこだね。待たれよ。溶岩の流れる洞窟を行くなど、みすみす死にに行くようなものじゃ。そなたのようなかよわき乙女がなぜ危険を犯すのじゃ。私たちの世界が危険にさらされてるのよ。私たちの手で何とかするのが当然じゃない。そうか。じゃがな、どれだけそなたが頑張ってもカルサドラ火山の火口にはたどり着けぬ。カルサドラ火山の火口、そこはかつてガテリア公国の民が儀式に使っていた神聖な場所じゃった。そのため他国の者が火口に立ち入らぬよう徒歩で行ける道はすべて封じたのじゃ。なんですって？そんなことをしたらその儀式にだってみんな行けないじゃない。ふっふっふ、心配には及ばぬ。なぜならばガテリアの民は道を封じる前に火口への転送装置を作っておいたからな。あ、なんかダイヤあったような気する。火口への転送装置、そんなものが。転送装置は技術的には高度なものだが、作り自体は単純なものである。あれならばこの時代でも動かすことができよう。よし、それではぼっこよ。転進装置を動かす起動器具、三頭子の斧を持ってまいれ。古本、ぼっこよ。もったいぶらずに持ってくるのじゃ。三頭子の斧ぐらいならさすがにこの時代にもあるじゃろ。いいえ。なんじゃと。三頭子の斧すらこの時代にはないと申すか。なんということじゃ。たった一つの道が断たれてしもうた。もうおしまいじゃ。ちょっと。何諦めてるのよ。ないなら作ればいいじゃない。三頭子の斧を作るじゃと。単純な作りのものゆえ、作れるかどうか知れぬが、自分で作るなど聞いたことがないぞ。できるかもしれないことは諦めずにやってみるのよ。道を切り開くにはそれしかないの。さあ、その斧のこと詳しく教えて。今頼れるのはそれを知ってるあなたしかいないんだから。うむ、それでは、そちたちにも三頭子の斧を作るため手伝ってもらうとするぞよ。ぼっこ、そちは魔導の歯車と古代の先人というものを手に入れてまいれ。いずれも斧を作るのに欠かせぬ材料じゃ。よいか、魔導の歯車はグリーンシザー。古代の先人は源氏兜を倒せば落とすことがあるでな。ひとまずその二つさえあれば三頭子の斧の原型ができるはずじゃ。どうじゃ、やってくれるか。やろうか。うむ、二つの材料を手に入れたらガラクタ城に戻ってくるんじゃぞ。その後は母校が帰ってくるまでここで世の手伝いをしてたまれ。斧を作るには何とか何かと準備が必要なのでな。世に三頭子の斧が作れるかは分かる。だがそなたの言うように自分の力で信じてやってみるぞよ。うん、お願いね。私たちも信じてるよ。不思議な子ね。火山のことや昔のことを知ってたりして。でもそのおかげで助かったわ。それじゃあ僕を三頭子の斧をみんなで作りましょう。グリーンシザーと現実カブトはどちらも森なら大森林に出現するわよ。森なら大森林。森なら大森林って違う大陸じゃない？ちょっと待って。だよね。あ、いいね。
どここれ。ちょっと待って、これ逆かじゃね？下から上まで来ましたね。これね、ガタラクエストとかもあるけどね、最初のいた町のね、村かな。そういうクエストもありますんで、うわ、あんなと、どういうとこに。グリーンシザーと、デンジカブトって言ってましたね。あ、いた。デンジカブト。まあ、一回も倒してないな、これ。で落とすもんなんかな。あとグリーンシザーだね。あの緑色の、まあなんだろう、まあ機械っつうか昆虫っていうか、なんかそんなような。お、あ、いたいたいた。これね、エビルチクリンっているんですけど、こんなもいますね。一緒に出てくるかな、これ。あ、これを倒せば、これ初めてじゃないんでね。あの、まあ、髪色変える時も確かこんなクエストあったと思うんですけど。はい、魔導の歯車。よし、じゃあ戻りますか。おう、僕よ、よくぞ戻った。頼んだしな、手に入れてきたかい？ピアンダロに渡しますか。はい。うむ、これじゃこれじゃ。大儀だったな、ぼっこよ。さあ、褒美を受け取るがよ。プラチナ鉱石5個。いいね。では、転送装置の起動器具、三頭子の斧を作ってみるとしよう。ダストン殿、ここにあるものを使ってもよいかの？な、ここにあるのはどれも役に立たねえガラクタばかりでございます。使おうったってそうはいかねえでですよ。ふふふ、何を申すか。ここにあるものからは、失われた文明の息吹を感じるぞよ。三頭子の斧の部品にうってつけじゃ。初めて出会った時は、薄汚れたただの貧民かと思ったが、ダストン殿はまっことお目が高い。やめてください。褒められるようなことをした覚えはねえです。使えるもんなら使ってみやがれですよ。よし、それでは、竜老師直伝の技術で、この者たちに命を吹き込み、三頭子の斧へと生まれ変わらせてみせよ。というわけで僕よ。斧の完成まで少し時間がかかるじゃろう。しばらくしたらまた戻ってきてたもんね。頑張ってね、ヤン君。あなたならきっとできるよ。それはそうと。さっきから気になっていたんだけど、あなた一体何者？どうしてそんなに昔のことに詳しいの？よか？よは。信じていた父に見捨てられ、復讐にしか行き場所を求められる哀れな男じゃよ。あんたのこと見損なったでございますよ。もう手遅れじゃ、間もなくあのお方が飛来する。これが古代の技術。ついに姿を現したか。関心グレアンラッシュ。終わりを告げる。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。